この戦は信長様の弔い合戦、そしてわしらの未来を決める戦でもある。皆奮い立て、必ずや三月で討ち、天下に大義を示すんじゃ。この戦に負けては信長様に背いた意味がなくなります。我が志をなすために秀吉殿を討ちます。